ホームページを立ち上げたら、ほとんどのお客さんが本州、首都圏からのお客さんっていうのが増え始めたのが、僕ね、第1号が沖縄のお客さんだったんですよ。もうびっくりして、もうね、どうしようどうしようみたいな感じ。ですから、本当に海渡って仕事なんていうのはありえなかったんですよね。名刺ごときでなんで北海道から買わなきゃいけないっていう。で、こっちもそんなお客さんが一人もいないですし、こんなにたくさんそういうね、点々でこう、志がある人がいて、思いを伝える。名刺の役目ってのはやっぱり名刺を別に素材がどうのこうのっていうんじゃなくて、それを使って人とのこうつながりを作っていくっていう、そこのなんかこう思いを共感することによってこう日本海で地球を変えるぐらいのことができると思うんですね。だからね、名刺ってなんかそういう意味で本当にすごい素晴らしい、こうその人を表現するツール。